はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。はい、毎日ね、まあ本当にね、もうまだ5月だというのに暑い日がね、毎日続いてるんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、僕はですね、夏には結構強い方で、暑さにも強い方なんですけども、まあ今年のね、暑さというかね、暑くなるのが早すぎてね、このままだと夏まで持つのかなとかね、ちょっと不安になってるんですけども、はい。まあ今回ですね、まあ今回の動画なんですけども、まあ何回かに分けてですね、カズシーズチャンネルの人気コーナーとなりました、闇裁きシリーズなんですけども、まあ前回公開したのが、まあ架空請求業者、まあ例の架空請求業者ですね。まああいつがね、またしつこくてね、まあ結構かけてきて、まあそれを2回に分けて公開したんですけども、まあこちらの方ね、皆さんにもご視聴いただけたようで、本当にご視聴ありがとうございます。はい。まあそれでなんですけども、まあその前に、まあ僕がね、この上野のアメ横に行って海産物の闇についてね、いろいろこう撮ったんですけども、まあ海鮮丼とマグロの方は公開したんですけども、その後にうなぎとイクラとウニの方も撮ってたんですけども、もううっかりね、僕のミスでデータがぶっ飛んでしまいまして、公開することができなくなってしまいました。本当にね、この場を借りてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。はい。まあそれでですね、まあ海産物といえば海産物詐欺というのがありまして、まあこれがね、1年ぐらい前ぐらいかな。本当はね、もっと期限を遡ると、結構前からそういうのがあるらしくて、まあ、手法というかね、手口としてはこうなんですけども、もう過去に買い物した伝票からランダムでかけてると言ってくるらしいんですね。そこで、まあ、電話がかかってくると。で、かけ直すと、北海道の海産物ですと。で、いろいろこうね、説明して、例えばね、1万円分とか2万円分とか3万円分とかね、そのぐらいの分を送りますと。で、送られてきたけど、来たのは本当にもう中身がスカスカで、身が入ってないようなカニだとかね。もう本当に粗悪品な海産物が送られてくるっていうか、これね、結構昔からある手法の送りつけ詐欺という手法なんですよ。で、そういうのがまたね、ここ1、2年の間でまた増えてきたということで、通称カニカニ詐欺とかね、海鮮詐欺とか、そういう名前で呼ばれてるらしいんですけども、はい。まあ、こちらの方がね、結構多くてですね、架空請求業者の番号を一括でこう出してるサイトとかがあるんですね。そこで海産物詐欺とかね、検索してもらえるといっぱい出てくるんですよ。はい。もう数え切れないほどブワーって出てくると。で、そこにちょっとかけて、今からかけてみて、まあ、その辺を突っ込んで、闇を暴いてみようと思います。はい。かくいう僕もね、海産物には結構うるさい方なんですよ。特にね、鮭とかには結構うるさくて、僕は震災前の地元の木戸川っていうところがあったんですけども、木戸川が本州一の水揚げ量を誇る鮭の名所だったんですよ。で、そこでね、イベントプロレスとかも何回かやったりとかして、そこの組合の方たちもね、よくしてくれたりとかして、なので、僕ね、鮭とかね、そういう海産物関係にはね、結構ね、うるさいんですよ。はい。なので、今回は、こちらの、海産物詐欺、カニカニ詐欺、海産詐欺、呼び方いろいろあるんですけども、はい。こちらの方にね、電話をして、闇をバッサリと、ぶった切って、暴いてやりたいと思います。それでは、行ってみよう!さあ、行くぞ!はい。では、実際にかけてみたいと思います。あ、すいません。なんか着信があったみたいなんですけど。折り返しのお電話、ありがとうございます。確認いたしますので、お客様のお名前と、都道府県名を教えていただいてもいいですか?宮本和志で、東京都です。宮本様。いつもお世話になっております。こちら、海産物を取り扱っております。北海道札幌の海鮮市場です。この度は当店の創業25周年特別キャンペーンをやっておりまして、以前にお買い上げいただいたお客様の中でもさらに特別なお客様にこうしてお電話させていただいております。なんか僕そちらで買い物なんかしましたっけ？記憶にないんですけど。はーい、こちらですね、以前にお買い上げいただきました
を見て、その中でも特別な方にご連絡させていただいておるんですよ。ああ、そうなんですか。昔巡業とかにで行った時のかな。まあ覚えてないや。はい、ただいま創業25周年特別キャンペーンといたしまして、ご挨拶と感謝の気持ちを込めまして、今回お電話した特別なお客様にだけソスナをプレゼントとして送らせてもらってるんですよ。ぜひね、こちら無料となってますので、送りますので、ぜひ食べてみてください。何何な、なんですか？ソスナです。ソスナ？ああ、なんですか？わざわざありがとうございます。はい。それでね、もう一つご案内があったんですけども、うちの会社が25周年ということで、もううちの社長が張り切ってましてね、皆さんに安くて美味しいものをぜひぜひお届けしたいということで、今回25周年特別記念セットというものを出させてもらったんですよ。へえ、そうなんですか。これね、中身がとっても豪華になってまして、今回ご用意させていただきましたのが、豪華絢爛特大の本ズワイガニが丸ごと2匹、だいたい 1.5 キロのものをお届けしているんですよ。これね、身もぎっしり詰まってるし、カニ味噌もたっぷり入っていて、食べ応えもバッチリなんですよ。うちの社長や社員もみんな言ってましたけどね、本当に豪華絢爛でね、彦摩呂じゃないんですけども、カニの宝石箱だなんて言ってましたよ。彦摩呂、そんな豪華なんですか。ああ、もうそりゃもうね、特別なお客様にお届けするものですのでね、特別に豪華にしてあります。で、今回25周年ということで、サービス特典としまして、美味しい松前漬け、これをたっぷり 300g と、北海道名産の美味しい鮭の切り身なども、どーんとたっぷりサービスで入れておきますんでね。そんなにたくさん入れて大丈夫なんですか？赤字じゃないんですか？あのね、うちは今まで25年間、味と鮮度と信用で、この商売をずっとやってきましたんで、今回も絶対にいいものをお届けしますので、そこはご安心ください。私、今回お客様を担当いたします、と申しますので、何かありましたら、私が最後まで責任を持って対応しますので。あの、もしかしてこれって営業電話ですか？特別なお客様に特別なご案内をと思いまして、お電話しました。これね、もし万が一食べてみて、まずい、おいしくない、こんなようなことありましたら、渡す、裸で土下座しますので、ご安心ください。あ、そんなに自信あるんですか？もちろんですよ。今回、この豪華絢爛、本ズワイガニ2匹と、松前漬け 300g、おいしい鮭の切り身、これ全部つけて、特別記念ご奉仕価格、2万円で皆さんに食べてもらってます。2万円ですか。これって僕相場わからないんですけども、相場より安いんですか？もう断然お安くなってます。安いって、あの夢グループじゃないんですけども、本当にお安くなってます。カニは生きたまま届くんですか？新鮮なままお届けしますので、もしかしたら生きてるかもしれませんね。生きてる？じゃあ噛みつかれるかもしれませんね。お前、噛みつきたいのか噛みつきたくないのか、どっちなんだこら。いやこちらのカニは北海道産の新鮮なカニなんですよ。なにこら、タコこら。あ、いや、あの今回タコは入ってないんですよ。カニと松前漬けと鮭なんですよ。あの、なんちゅうかね、北海道にはね、アシラハラがいるっていう噂を聞いてね、試合後に朝日スーパードライを飲んで乾杯。今ちょっとよく聞き取れなかったんですけど、ビールを飲まれるんでしたら、こちらのカニはカニ味噌もたっぷり入ってますので、大変おいしくいただけると思いますよ。なんだお前、分かってねくせしやがって。あの、今回のカニね、本当に身もぎっしりで、カニ味噌もたっぷり、お子さんがいらっしゃるんでしたら大変喜ばれると思いますよ。私には靴職人の息子がいますけども、
靴も作らないで遊びほうけております。ああ、そうなんですか。じゃあ今回こちらのカニをご家族で食べていただいたら息子さんも喜ぶと思いますよ。そんなにいいカニなんですか。このカニはそんじょそこらのカニとは違うんですよ。漁師の人たちが北海の荒波の中、一歩間違ったら死んでしまうような、本当に死と隣り合わせて命がけで取ってきた最高のカニなんですよ。命がけですか。死んではいけません。死んだらダメですよ。命は大切にしないといけません。おいこら鷹の岩、死ぬ気でやれ、死ぬ気で。稽古は死ぬ気でやれ。誰かいらっしゃいますか。いません、大丈夫です、大丈夫です。はい、今回は本当に自信を持っていいものをお送りしますので、ぜひ食べてみてください。いや、自分海鮮系はアメ横で懲りてますんで、いりませんね。こちらまで届いてますので、そういうところでは買わない方がいいですよ。あ、そうなんですか。うちはアメ横とは違いますのでね、無料の粗品と一緒にお送りしますので、ぜひぜひ食べてみてください。じゃあとりあえずその無料の粗品だけでいいですよ。何ですか粗品って。いやいや、それは届いてからのお楽しみです。ぜひぜひこの25周年記念セット食べてみてください。いや、でも2万円ですよね。まぁ、ちょっと高いから、いらないかな。いや、ね、ここだけの話、このセットは、相場よりぐっとお安くなってまして、だいたい5万円くらいのと同じ内容になってるんですよ。5万円のものと同じ内容、それ、本当だったら、まぁ、安いと思いますけどね。ですので、今回このお電話が最初で最後のご案内になりますので、この機会をぜひご利用いただければと思ってるんですよ。でもまあ、うちのやつにも聞いてみないとわかんないんでね。いや、これね、奥さんも見たら絶対喜ばれると思いますよ。支払い方法ってどんな感じなんですか。はい、ありがとうございます。お支払いの方はいつも安心安全現金と引き換えになっております。ただ送料の方がこちら北海道なのでプラス5000円ほどかかってしまいますが、その点は何卒ご了承ください。いや、買うって言ってないんですけどね、まだ。そんなこと言わずにね、本当にこの機会を逃すともう二度とこういうのは出ないと思いますのでね、ぜひね、お買い上げいただきたいと思うんですよ。いや、最初は無料の粗品を送るって話だったのに、まあ、これただのカニの営業電話じゃないですか。いや、私どももこの電話皆さん全員にかけてるわけじゃないんですよ。特別な方のみにお電話してるんで。アドで僕でカニなんかでいらないの。いや、私どももこの電話をかけたからにはぜひとも食べてみてほしいんですよね。お前しつこいな、こら。いらないって言ったらいらないんだ、こら。何がやれてんだ、こら。いや、カニを食べてほすんですよ。いや、だからいらないって言ってるでしょ。もうこの機会ないんですよ。こんな機会いいんですか。いやいや、何回も言ってるでしょ、いらないって。そうですか。じゃあね、気が変わったらまたこの番号までお電話してください。お待ちしてますんで。いやいや、気は変わらないですけどね。てか今回だけじゃなかったんですか。それじゃ失礼します。いや、何なんだよこの人一体。まあね、っていうわけでね、まあ今回こうして海産物送りつけ詐欺か、通称カニカニ詐欺ですね。こちらの方に今電話してみたんですけども、こいつかなりしつこいですね。これもうすぐ終わるのかなと思ったけど、ね、かなりしつこくて、で、ちょっと鉛が、なんか独特の鉛っていうか、なんか鉛っててね、ちょっと聞き取りづらいっていうかね、なんですけども、結構しつこい。これで根負けしてしまって、じゃあ、5万円のものが2万円だったら安いかと思って、買ってしまって、送られてきたものが、もう5000円もしないようなものだったと。いうようなことが、結構多いんですよ。
で、ちょっと前だったらコロナの時だったら、そのコロナの弱みにつけ込んで、コロナで今店が本当に大変なんで、いやもう本当にもう1万円の分でもいいから助けてくださいみたいなね、それで情に訴えかけるような言い方とかして無理やりに海産物を売りつけるというような手法の海産物詐欺、カニカニ詐欺というのが結構流行ってたということなんですね。はい。まあ、今回ですね、まあ、こうして、カニカニ詐欺、海鮮物詐欺について、まあ、こうしてね、電話をして、まあ、闇を暴いて、まあ、暴くまで行ったかな。まあ、ちょっとかけてみて、どんな様子か、試しにかけてみたんですけども、はい。皆さん、どう思いますでしょうか。はい。まあ、こういうね、悪質な海産物詐欺、送りつけ詐欺には、絶対にね、引っかからないでください。はい。絶対引っかかってはダメです。はい。怪しいなと思ったら、まずは一旦一呼吸置いて、ご家族に相談したりとかね、するのが一番いいと思います。はい。皆さんのご意見をコメント欄で教えていただくと嬉しいです。それでは皆さん、ごきげんよう。